すいません。ちょっと総合ビタミン剤と心臓肝臓元気にする薬と、それから抗生剤、飲み薬に入ってる抗生剤ね、それから痛み止め、これは飲み薬には入ってませんけど、ミクレノルフィンという痛み止め、それからマロピタントっていう胃腸の状態を整えて吐き気を抑える薬ね、それからあとお尻に打ちますけどステロイド打ちます、20ミリ、ちょっと動いてる、食べてくれるよ、そんで、なんでそれが話してください、はい、さあ、あとこっち顔をこっちに向いてもらって、ごめんね。食べられる。これも硬い。こっちだけだよ。硬いな。もう一回。昨日食べれなかった分、今吸収してるみたいな。ちょっと吐くといけないから。はい。で、ちょっとデンタルケアですね。ももちゃん、ちょっとだけ食べながらデンタルケアしよう。はい、ごめんね、はい、なんかちょっと覇気が出てきた感じ、おもちゃん、ただまあ家帰るとさ、安心するからさ、そこどうなるからよね、歯ぐきに色がね、すごい薄いでしょ、はい、食べとってもさ、地方に栄養を吸われてるんだよね、
はい、待て。おすぐ食べたよ。ありが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 り。これね、あの、食べてくれてればいいんだけど、食べが悪かったらまた相談してください。食べることには頑張れないからさ。からあと薬は、最後に飲んだのは昨日飲んだけど吐いてるんでしょ、はい、今日の夜から飲ませてください。はい、だから今日は4偶数日になりますね。4、6、8、はい、4回分出します。で、休まないでね。はい、2日に1回で、もし最悪飲ませちゃったらさ、うん、そこから1日空けたらもう飲ませてください。あ、連続で飲ませちゃったらもう1日空けて、うん、だけど連続で飲まさんでほしいんだけど、うん、まあ、もし そんなことがあった場合は相談してほしいんですけど、はい、とにかく2日空けちゃうと多分調子悪くなっちゃうから、はい、1日空けてもそこから1日置き1日置きにしてください。はい、だからあと紙にちゃんとさ書いてほしい。はい、ちょっと状態が安定しているわけじゃないからさ。はい、よしよしよし。でこれにあの特にステロイドのことはどっかにね、飲んだって、うん、だからステロイド飲む日はここですよね。今日ですよね。今日って4日ですよね。はい、今日の夜からね。はい、飲むじゃんですね。はい、はい、じゃあ保湿してブラッシングですね。はい、溶かすよ。ちょっとお尻の方をちょっともう一回こっち見てもらって、うん、先生、じゃあ今日はもうじゃあ帰る、うん、帰ってください。あ、はい。なるべくお家でやってもらった方がいいかな、うん、大変だと思うんだけど。はい、検診はまた、うん、あの血、とりあえずも今日は血液だけ、うんうん、はい、にしますんでね。はい、いや、検査した方がいいけどさ、あんまり調子良くない時にあんまり頑張っていろいろやってもね、ストレスになっちゃうじゃないですか。うん、血液だけはちょっと取った方がいいなと思ったから、はい、最低限の検査だけやらせてもらいます。それにフィラリアの検査も入ってます、はい、ただ今回のはちょっと検査センターに送っちゃうんで、全部春の検診その方がちょっとリーズナブルなんで、あ、はい、結果来るのはちょっと遅いですけど、はい、まあそれでいきましょう。はい、はい、じゃあつけてください。ひどもちゃん、ひどもちゃん、はい、また吐いたりしたら先生、じゃあそう、また吐いたとか食べるとかだったらさ、ちょっと途中で来てください。はい、で吐いたりせずに、まあ、そこそこ食べてくれてるんだったら、はい、1週間後でもいいんですけどね。はい、で吐いた時はね